はい、皆さんどうもこんにちは、ワッフーです。本日はサタンオオカブトの産卵セットの割り出しを行っていきたいと思います。はい、でこの動画の流れなんですけど もう以前ですね、サタンオオカブトの産卵セットは組んであるので、まず最初にそれを割り出して産卵数を確認します。でその後にその産卵セットの組む条件ですね、マットを詰める硬さなんかを変えて産卵数が変化するのかどうかっていうのを見ていきます。この子が、種親で、小さいねサイズなんですけど、でこの子とあとこの中にね、メスが今1頭入っていて、産卵活動を行っているっていう状況なんで、割り出しの方をやっていきます。で下から確認したところ、もう1個は多分産んでくれてると思うんで、多分産卵はしてくれてると思います。それじゃあね、やっていきます。はい、じゃあまずメスはどこにいるかっていうと、曲がってきてますね。やっぱり産卵活動してるせいか、餌食いというかね、餌の消費量が結構多い印象でした。元気ですね。はい、まだ重さも重いんで、多分ね、あと半年ぐらいは生きてくれるんじゃないかなと思ってます。でメスはどんな感じかっていうと、一応お見せするとゴツゴツしてますね。結構ディンプルがいっぱいあります。でお尻の方の毛がふさふさなのが特徴ですかね。はい、じゃあね、産卵セットの方をひっくり返していきます。せーの。見えますかね、ここに1個もう多分あるんですけど、さあどんくらい産んでくれてるか。来ました。で、ペアリングは1回だけですね。早速1個、多分これは色と形からして有精卵ですね。多分帰ってくれると思います。ただどうだろう、他になんかそんなにたくさん産んでるような気配がないんで、産卵数はあと言ってるそばから2個目ですね。これここにあんの2個目です。じゃあね、どんどん暴いていきます。結構組んだ時にそんなギュッギュッて固めなかったんで、ボロボロですね。土がすぐ崩れやすいです。もしかしたらちょっと産みづらかったかもしれないですね。これいそうだね。いないか。あ、3つ目ありました。よかった。3つ目になります。意外と産んでないな。ちょっと組む時に固める力が弱すぎたのかもしれないですね。結構サタンって飼育してて思ったんですけど、パワーが強いなっていう風に感じたんで、掘る時もね、結構硬い土の方が好みなのかなってちょっと思いますね。ゾウカブトなんかも本当にガチガチに固めたやつでやると産卵結構するんで、あ、ありました。4つ目。お、ありました。見えるかな。でもこれは若干色的にどうだろう、腐りかけの卵か、有精卵ではないような気がするんですけど、5個目です。一通りね、確認が終わりました。で、1回目のね、割り出しで取れた卵は1,2,3とここですね、4、5個になりました。予想よりね、だいぶ少ないんですけど、もう一回ね、これから組んでみて、今度は組み方を変えてね、結構ガチガチに固めて組んでみたいと思います。それでね、産卵数が変わるかっていうのを見ていきたいと思います。あれからね、1日ちょっと経ってしまって、これからね、このボックスケースにマットをガチガチに詰めていきます。そしたらまたね、上に土を持っていきます。
はい、プレスがね終わりました。そしたら上にね軽くマットを敷いていきます。結構力いります。これはい、そしたらですね、まあ、こういうゼリーを入れます。まずこれだけだと、まあ、転んでしまう可能性とかあるんで、こういうのをねこう入れといてあげます。またメスを、はい、これでねまた、まあ、2週間ぐらいかな、待ってみたいと思います。産卵数がねどう変化するか楽しみです。産卵セットをね組んでから12時間ぐらい経過しました。気づいた時にはもうね速攻で潜っていってたんで、固めの方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。でゼリーも今までは結構食べてたんですけど、ゼリーを食べた形跡があんまなくてですね、もう潜ることに専念してたっていう感じだと思うんで、まあ、多分ね産んでくれるんじゃないかなと、はい、ちょっと期待してます。はい、セットしてから、まあ、2週間で割り出すって言ったんですけど、結構経ってしまって、もう1ヶ月ぐらいね放置しました。幼虫が1頭見えてるんで、早速ね割り出しやっていきます。でもメスは取り出してあります。まあ、めっちゃ産んでくれてる感じはしないんですけどね今のところ。じゃあひっくり返していきます。まだねちょっとこっちにも残ってるんでやっていくんですけど、あんま産んでない。あ、いました。いや待てよ、頭が、いやよかった。固めに詰めた部分ですねここは。はいはい、1頭目です。んー、なんかここにも穴っぽいのがあるんですよね。と見ていきたいと思います。いや、その前にさっきのこの子から救出しますね。はい、2頭目です。なんかですね、こう採卵した卵は全部有精卵っぽかったやつも結局孵化しなくてですね、幼虫になったのがいないんで、今のところ2頭だけですね。あー、いった。ん、いや、でもこれ卵っぽいっすね。ほっときます。これちょっと本当にこれこそ孵化しそうなんで。はい、よいしょ、いました。やっぱ固めのところに産みますね。はい、3頭目ですね。今卵出てきましたね。多分さすがにここまで膨らんでれば孵化してくれると思うんですけども、そっとしておきます。はい、産卵結果なんですけども、3幼虫2卵っていうことになりました。前回のね、割り出しの時と結果変わらなかったんですけど、はい、すいません、ちょっとね探してたらもう1匹幼虫出てきたんで、4幼虫2卵っていうことですね。はい、なので結論を言ってしまうとですね、産卵セットを組むときにこうマットを詰める硬さ、これあんまり強く詰めすぎても別に大した効果はないのかなというふうに、まあ、今回1回だけですけど組んでみて、思いました。もっとねサンプル数としてたくさん組んでみて結果を出すっていうのが本当は理想なんですけど、はい、ちょっと今回は1回だけでこういった結果になってしまいましたという報告になります。で、2回目の産卵セットを組んだ時にですね、メスが勢いよく潜っていったので、あ、これはもしかしたら結構産んでくれるかなというふうに期待していたんですけども、まあ、取れたのは4幼虫2卵っていうことで、まあ、前回結果とほぼ変わらないということになりました。まあ、正直こう本音で言うともうちょっとね取れてほしかったんですけど、まあ4幼虫、まあ、サタンなんでね、まあ、あんまりバカでかくはならないんで、スペース的にはまあちょうどいいっちゃちょうどいいんですけど、はい、もうちょっとね取れればよかったかなと思うんですけど、
まあ、これがリアルなんでね、そんな感じの報告になります。はい、今回はこの辺で動画終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。